コメント欄を眺めているとですね、はい、まず気になったのは、まあ、ここの言葉が、はい、言葉の受け取り方が全く違うなと思ったんですよね。はいはいはい、というのは、ENFP のカーシー博士の1の方、はい、なんでまあ 2,3 年前の動画で、はいはい、まあ、これもよく最近も回っていて、そのコメントでですね、所詮人間も動物、はい、私もよく考えていることなので、はい、それを他人は考えないのっていうことが衝撃的でした、はいはい、っていうコメントをいただいたんですね、うん、ありがとうございます。そうしたところ隊長がですねコメントを返すんです、はい、所詮人も動物ですし自然の一部ですと、うん、T 隊長老子モード、はい、っていうのを返すんですね、はい、そうすると僕はこれに反応するんですよ、はい、所詮に反応するんですね、はいはいはい、そこで僕は毎回これには僕はこう返すと、はい、されど人間だと、はい、結局人は食って出すだけの袋だよなっていう、はい、なんか遠征モード、はい、けみたいな、はい、時も僕もあるんですけど、はい、されど人間って、はい、されど人間って所詮って聞くとされど人間が出てくるんですよ、はいはい、そうすると隊長はこう返すんですよ、はい、毎回思うんですけど、はい、所詮って、はい、されどに繋がるんですか、はいはい、でポカンとするんですね隊長は、はいはい、所詮人間も動物の意図は、はい、人は賢いことで、はい、他の動物とは違う特別の存在のように勘違いしているけど、よくよく考えると結局他の動物とさほど変わらないよねみたいな、はい、で僕の中で引っかかってるのは、はい、所詮って言われると、はい、なんかその人は所詮かって、所詮って、はい、あの別にディスってる言葉じゃない、そうなんですよ、はい、で僕もあ確かに所詮っていう言葉の意味をよく知らないなと思ったんです、はい、なんか僕の中で所詮って言われると軽く扱われてる感じなんですね、はいはいはい、で所詮って調べると、はい、結果として行き着くところ、はい、結局は、はい、ってあるんですけど、はい、かっこ、はい、多くは否定的な語を伴って、はい、っていうのが出てきて、はい、隊長は多分、はい、この所詮っていうのを、はい、結局はみたいな使い方をしている、結局はと偉くないんだぞお前らはっていう意味ですよ、人間に対してです、人間に対しておごるな人間ですよでもなんか、はい、文化を築いてきたじゃないですか、文化を築いただけだぞっていう話ですよ英知ですよ、別にそれが偉いわけじゃないって話ですよね、もうやりたくてやってますからね、はい、それ生きる術ですよね、文化を築くのも社会を構築したのも長生きするためです、はい、だから他の動物が生きようとしてるのと変わらないんですよっていう感覚ですっていう、なんかこの、はい、この人は、はい、その所詮っていうのを、はい、まあ、結構フラットに使う、はい、フラットに使う人と、はい、所詮って言われると、はい、なんだバカにしてんのかって、はい、思う人もいるわけじゃないですか、はい、バカにっていうか、はい、おごるなっていう意味が強いですそう、あ、はい、フラットでもないわけですね、はい、ディスってはないけど、はい、おごるなよって感じですまあ確かに、はい、おごるなよって言われると、はい、それはそうですねになります、はい、ただ所詮って言われると、はい、なんかね、おし戦おうか、はい、だから話し合おうようになるんですよ、所詮の意図はおごるなよ的な感じです、で皆さんこれどう思われますか、はい、そう、リン様が NT が冷たい印象を受ける割に動物とは仲良くなれるのは人間も動物だと思っているから、他のタイプの人間上位の考えとはここで対立すると、ああ、なるほど、で今日この NT と NF のすれ違いとしたのは、はい、あの、まあ、コメントを見ていてですね、問題解決に一番必要ないのは感情だと思いますっていうのに、はい、動画を作ってました。はいはい。で、それに対するコメントで、親方さんから、私もそれはそう思うと。理由は、問題解決は、処理を正しくどうかを重要、処理を正しく行うかどうかが重要であって、処理を間違えると問題は解決しないと思っているからと。また、ある一つの結論に落とし込まなければならないことが多いとも思いますと。一方、僕は感情には
正しいも間違いもないと思っています。感じることなので、人の数だけ感情はあるとも思っています。なので、正しいと間違いのテーブルに、そこに感情を置くと、誰かの感情が正しいとか間違ってるとかなどと評価されることとなり、そのような評価を感情に対して下すこと自体が間違ってると思うと。感情を正しい間違いで判断するなってことはここが書いてるんですかね。うん、で、今の親方さんは感情抜きで公平に話し合って結論を出した後、その出した結論が極端でないか残酷でないか問題ないかを、感情でチェックして調整するのが最善ではないかと考えるようになりましたと。決して馬鹿にしているわけではなく、むしろ全員の感情を配慮して議論などをしようとすれば、おのずからそうなると思いますが、日本では難しいようですと。はい。議論の時には、はい、感情はやっぱりない、必要ないっておっしゃって、まあ、議論ですから、まあ何の議論かにもよりますけどね。はい。はい。元の動画が、二つあったので、謝っておけばよいっていうのは理解できるし、社会では INTJ さんもそういうふうに行動してるよって。うん、なので、どうしたらいいと思うって聞かれても、自分の考えは、その動画で言ってるように、よく INTJ はペラペラ言うみたいなのが書いてあるので、はい、そういう紹介をするんですけど、はい、別に聞かれても言わないよと、うん。そういうステレオタイプの INTJ みたいな。はい、ただ、相手のレベルを見てよく理解できると信じられる人だけには話すが、実際にはそういう人はまずいませんと。うん、で、体調の生きづらいの説明が、よくわかってるっていうことをおっしゃってて、はい、なんかこういうことを言ってはいけないなっていうのは INTJ さんはわかっているので、はい、だから生きづらいんじゃないっていう体調はご理解を示した。はいはい。そうしたところ、はい、それは親方さん INTJ のご自覚の方はまさにそうだと、はい、ゆい、私はそれを見て面白いですねって、はい、言うと、はい、僕がそれを、はい、嘲笑したように見えたと。はいはいはい。それを、はい、君はバカにした。ように見えたと。ように見えて、はい、傷つきましたって。はいはい。いう、はい、このなんていうんだろう。僕は、僕のこの面白いですねは、はい、実に興味深い。はい。っていう意味合いと、はい、なんていうんだろう。なんか場を。はい。あ、なんかよくわかんない時も言いますよね。とりあえず面白いですねって流したみたいな。違う違う。違う、僕、なるほどですねの感覚で、面白いですねは使わないんですけど。はい、あ、でも確かに、はい、ちょっと上から、見てる感じがします。はいはい。あ、面白いですねって。はい。うんうん、そんな苦しいのをやめたらいいのにみたいな感じに。あ、そうです。ってことですよね。はい。でも、それって、要は、僕は、なんか、戦う場が違うだけなんですよね、多分。はいはいはい。得意のフィールド。はい。彼らでいうところの議論の場。はい。で、帰ってくると。はい。なんか、結局人って分かり合えないんですかねって。まあ、理解することはできるかもしれない。できますかね？その、まあ、頭で、この人はこういう人だ、こういうタイプだ、みたいなのを、共感はできないけど、みたいな。ああ、なんか、NT の人は、はい、まあ、T の人は、言葉を正確に使いたいんですよね、多分。はい。で、まあ、ここで、時色さん、ごきげんようが、所詮っていうのは順位を、なんて言うんだろう。これ、均等の均ですと書いて、鳴らすと読むんですかね。ちょっとごめんなさい、読めないんですけど、はい、時に使うんだよと。はい。っていう言葉の意味を知ってる人と、はい。なんとなくその、芸人とか、はい、テレビで、はい、所詮って、はい。使ってるのを見て、はい。ああ、こういう感覚で、その言葉を使ってるよね。はい。で、言葉を覚えて、その言葉を使う時ってあるじゃないですか。はい。まあ、所詮に大切なのは、こっちにくっついてくる先で、だとも思いますけどね。言い方もないです。はい。で、その、言い方とかも、はい。セットで、はい。人は読むじゃないですか。はい。文を読むときって。はいはい。あ、言い方っていうのは、はい。あ、
これもまた人によって違うかもしれないんですけど、はい、本田式の、はいはい、要は映像化、テキストを読むときに映像化されるのか、はい、純粋にテキストだけを見るのか、はいはい、なんか音とかその時の世界も一緒に入ってくるのか、はい、で僕はどっちかっていうとそのなんか再生されるんです、はい、映像、時には映像もイメージですよね。イメージですね、はい、僕は文章なので、はい、所詮っていうだけじゃなくて、そこにつながる文章を全部見て、はい、どういうことか、みたいな。そこになんか、ニュアンスとか含まれるじゃないですか。ニュアンスとか、言い方喋った時のニュアンスはでも、わかりますよ。あ、それも、そこも想像する。この人はどういう意図で、意図を読もうとするというか。あ、体調はやっぱりでもあれですね。はい。読み方が、できる人にある、はい。向こうのマインド側ですね。向こうのマインドが、まあ、どういう意図で発言してるのかなみたいな。だから、あ、ディスってるな、もうわかります。わかりますってか、わかる つもりです。こういう文章だったら、まあ、普通こういう言い方はしないよなとか、空気とかも読んで、意図を探ろうとするみたいな。強く言ってるから、まあ、強めに発言してんだなとか。相手が何を言いたいかを、うん、分かろうとするみたいなところですよ。自分じゃないんですね。俺がどう感じたか、自分がどう感じたかではないですね。ではないですね。というか、まずそっちをまず受け止めるみたいな。これは T の感じ？これは T なのかどうかわかんないですけどね。皆さんどうやってコミュニケーションを取ってますかね。だから相手が何を言おうとしてるのかをまずこう聞こうとするみたいな。で、それを聞かないと自分の意見は出てこないみたいな感じです。ああ、そうするとやっぱり、はい、正しいことを言いたい、言いたい。正しいことを言いたいのかな。まあ、会話をしようとすると、はい、ずれてちゃいけないみたいなのがあるわけじゃないですか。この人何言ってんだろうって分かんない時もよくあるじゃないですか。分かんない人。まあ、僕は特に、はい、こんなに読解力が低いんだっていうのは、はい、50になって気づくんですけど。はい。だから、何を言いたい。な、二等は多分、自分がどう思ったのか。もうずっと大事にして生きているような感じはします。はい、だと思うんですけど、はい、この人何を言おうとしてるのかっていうのをずっと僕は考えてるみたいな。最近仕事でそれはよく、オリエンを受けて、はい、作り始めて、はい、途中で気づくんですよね。はい、あれって、これ俺がやりたいことやってる。はい。で、オリエンペーパーを見直すと。はい。あ、全然違うっていうのは。はい。やっぱその、向こうが何を言いたかったか、はい、っていうのに帰らないといけないっていうのを最近よく気づくんですけど、うん、はい、でも、なんて言うんでしょう。で、今日この朝のコメントを見ていて、はい、あ、このすれ違いはなんだと、はい、みんななんか、あ、みんなってごめんなさいね、はい、僕は人って群れないと生きてこれなかったから今この文化ができてるわけですよね、はいはいはい、うん、されど人間が作った文化は群れなきゃ生きてこれなかった。はい、はい、はい。所詮群れる動物だ。所詮じゃない。群れない。何かに引っ張られた今。群れないと生きてこれない。はい。多分これからも。まあそうです。群れることで生きていった。守ってきた。はい。はい。動物。でも、やったと、いつ分かり合えるようになるんですかね。別に。分かり合わなくていい。まあ多様性ですよ。多様性って言い始めてなんかいいことありました？わかんないです。余計ギスギスしてません ?X。多様性を、あれ間違ってると思うんですよね。僕も X はもう今怖くて何も言えませんよ。多様性ってもともと認めましょうじゃないですか、価値観。傷ついたって言われますよ。だからそれがそもそも間違ってる感じはするんですよ。あ、傷ついたってやるのが。傷ついたってやるのも、あ、まあなんか現実的に、はい。生きづらいみたいな、はい、あ、なんか制度的にやりづらいみたいなのはまあ改善しなきゃいけないかもしれないですけど、それはそう、はい、なんかこう女性として扱ってもらえないから傷ついたみたいなのはもう関係ないじゃないですか。それ多様性を認めるんだったら認めないっていう人も認めなきゃいけないんですよ。それはまあそうです、はい、決めつけちゃいけないに決まってるに似てますね、はい、それは、はい、だからもう、ぼやっとなんか、まあ、人を攻撃してはいけませんぐらいのルールにしといた方がいいんですよ。何かを認めるとかっていうよりは、多様性ってするんだったら、はいはい、もうなんか、最低限人を攻撃してはいけませんとか、はい、こういうことをしてはいけませんみたいなのだけ作っておかないと多様性は保てないんじゃないかなって思うんですよね。で、権利はみんな平等で、みたいな。
そしてやっぱり、はい、体調みたいなものの見方って何て言うかって多分名付けができてると思うんですね。はい、要はこの誰か教えて知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、はい、僕はこの何だろう、僕のコミュニケーションは、はい、自分の考えを重視していて、はいはい、人が何を言ったかよりも、はい、多分自分が何を感じたか、はい、に重きを置き、はい、この人のコミュニケーションはこの人は何を言ってんだろう、はい、を知ろうとする、はい、多分名付けはできてますよね。はい、多分なんかあるとは思いますけどね。で、知ってたら教えてほしいんですけど、はい、多分なんかその老子がとか、はい、その悟りをみたいな、はい、本当の自分とかよりも、はい、なんか生きやすいとか、はい、になるんだとすると、はい、多分こっち側、はい、何を言ってるのかっていうのを、まあそれはでもそっちのタイプの方がなんか僕は羨ましく見えるんですね。何を言ってるかがわからないと、はい、自分の考えが決められないみたいな感じですよね。意図がなんかこう文章だけで見ると良くも取れるし悪くも取れるような言葉ってあるじゃないですか。はい。ふくよかですねみたいな話。はい。なんかもっとわかりづらいやつ。もっとわかりづらいやつ。はい。っていうのを意図がわからないと、はい、僕の気持ちは判断できないんですよ。僕の考えは決められないみたいな。それはどういう意味で言ってるのかみたいな。それはそれでなんかちょっと不便そうですね。はい。決めない感じですよ。決めないのでこう何を言ってるのかを重視するみたいな。なんかそういうので、はい、多分 T の人は、はい、T で I で T の人。はい、内向でシンキングの人は、はい、社会って外向で感情な感じなんですかね。社会はまあコミュニケーションなんで外向はありますよね。で感情な感じ、この根本具合が、まあ、仲良くしましょうだけが、はい、ドンってルールであるみたいな。まあ両方あると思いますけどね。両方というのは、まあ感情も思考も、ああ社会は正しくあるべきみたいな。はい。っていうのってなんか、愛で、内向で T の人は、はい。が息苦しいっていうのは、はい。あるのかなってはちょっと思うんですけど、はい、どうやったらうまくいくんでしょうね。まあ、その、どうやったらうまくいくのか、なんか言葉の、はい。定義、はい。が、はい。あと国語の問題なんですかね、やっぱり。読解力。読解力もあるし、なんか捉え方が違う、タイプによって違う感じがするんですよね。言葉の。言葉の使い方、捉え方。はい。そのイメージみたいな。あ、初戦のイメージ。初戦のイメージとか。はい。まあ初戦だけじゃなく、なんか。はい。あ、まあ確かに、バカとアホも、東京と大阪で、はい。受け取り方は違うって。はい。はい。そういうこと？まあ、いろいろです。そういうことも含めて。